Nja, itadakimasu! Itadakimasu! Gochisou sama deshita! Gochisou sama deshita!釣りはな、海っぺりに行って三角ボタンだ。丸ボタンだと海に飛び込んじまうから気をつけな。
れ？他の二人のには水をあげた跡が全然ないな。ところでさ、あんたが大切な夏休みの時間を無駄なく過ごせるように、光が発明した占いで占ってあげようか。え？どういうこと？昼や夕方だったら、今日何をすればいいか、夜だったら、明日何をすればいいか、占ってあげるのよ。でも、占いなんて。あれ？あんたまさか、私の言うことが信じられないっていうの？いや、そういうわけじゃなくて。ねえ、じゃあどうすればいいの？じゃあね、まず光が1から6までの数字をなんとなく選ぶの。今日は5ね。1、2、3、4、5。あ、それ知ってる。で、次はその見えてるところから僕が数字を選ぶんでしょ？なんだ、知ってるんじゃない。ねえ、この赤い丸がついてるのは何？それは光の今日のおすすめなの。なるほど、そういうことか。はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。秘密っていうくらいだから場所は自分で探してね。ヒントとしてはお墓の近くかな。どう？参考になったかな。さてと、光のおすすめもう一回聞く？じゃあまた占って欲しくなったら声をかけてね。あ、こんにちは。あれ？こんなところで何をしているの？ね、可能な限り猫の視点の高さに近づいて本を読んでたんだ。猫の本なの？ううん、ネズミの本。さてと、そろそろ日の向きが変わってきたから部屋に入ろうかな。ボク君も一緒においでよ。
ここってなかなか素敵な場所だね。うん、天井高いし結構いい線いってると思うんだ。飯だぜ。昨日山に落ちたヨニちゃんのロケット、なんだか見つからないみたいだね。あら、かわいそう。部品を再利用するって言ってたのにね。先月海に落ちた時もみんなで探したんだけどさ、あっちは深いところに流されちゃったみたい。そうなんだ。じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ねえ、ここの海ってあまりクラゲがいないね。うん、ここは潮の関係であまり出ないんだ。僕、触るのは怖いからできないけど、クラゲ見るのは好きなんだ。え、なんで？水の中にぷかぷか浮いて気持ちよさそうだし、見た目も可愛いじゃない。食べるのが好きっていうのはわかるけど。え？クラゲが好きってそんなに変かな？今日の晩ご飯は油が乗った金目鯛の煮付けとイカシューマイ、それに青菜炒めを添えてみました。なお、晩ご飯クイズに参加したいときは夕方台所にいるおばちゃんに話しかけてね。
じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おばちゃん、アイス。おや、おはよう、ひかりちゃん。うちにもよ、男のガキばっかじゃなくて女の子がいたらいいと思わねえか。なんでひかりを見てそういうこと言うわけ。だってこいつ猫飼ってんだよ。それを言うなら猫しょってるだろ。それを言うなら猫をかぶるでしょ。あれ、おばちゃん、ひかりちゃんに失礼なこと言っちゃった。おはようございます。あれ、どうしたの。うちの妹、ひかりって言うんだ。よろしくね。うん、知ってるよ。もう何度かお話ししたもん。なんだ、そうなの。私、男の子って大っ嫌いなんだ。え、なんで。だって、ここんちの男の子、いっつもひかりに意地悪ばっかしてくんだよ。しげるくんなんか、私の暴き隠したりするんだもん。そうなんだ。あれ、でも、しげるくんはそんなにやんちゃ坊主じゃないと思うけど、なんでひかりにそんなことするんだろう。わかんないよ。とにかくひかり、もううちの方に帰るね。あら、ほら、すぐにへそ曲げちゃうんだから。さてと。ねえ、またお姉ちゃんと踏み探検でもしようか。うん、行く行く。じゃあ、とりあえずこっちにまっすぐ行くと北門とお地蔵様があるから、その前で待ってるね。そうそう、あんまり寄り道すると時間が足りなくなっちゃうからね。あ、来た来た。このお地蔵様、光はおみくじ地蔵って呼んでるんだ。おみくじ地蔵？なんでおみくじなのかな。さ、なぜでしょう。本人に聞いてみたらいいかもね。はあ、やっぱり森の近くに来ると空気がしっとりしてて美味しいな。そうかな。キノコみたいなカビ臭い匂いもするけど。ね、お墓の三秒ルールって知ってる？え、どういうこと？この石段の上にお墓があるの。だからこの広場は息を止めて3秒以内で駆け抜けなくちゃいけないんだ。へえ、そうなんだ。うん。じゃあ息を吸って。行くぞ。お姉ちゃん、本気で走ったの久しぶりだったよ。なんだ、今のはかけっこだったんだ。じゃあ僕だって負けないよ。あ、こらこら、そっちはダメだって。ねえ、止まって止まって、そっちは嫌だってば。誰もいないのかな。どうしたの。実はね、ここ私の幼なじみの家なの。そうなんだ。今はもう全く付き合いがないんだけど、私が小学校に上がるまではほとんど毎日一緒に遊んでたんだ。あれ、ここのうちの子は一緒に小学校に上がらなかったの。うん、学年が一つ違ったの。そのことに入学直前まで誰も気がつかなかったから、分かった時はお互いびっくりしたんだよね。悲しいことに、こっちは一緒に小学校に上がるんだと思っててさ。あっちは二人とも次の年だと思ってたんだ。ちびすけ
三毛猫泣いた笑ったララ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 、いつも一人ひだまり、三毛猫友達できたララ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 、楽しいな。じゃーん、運命のいたずらというか、私たちが男の子と女の子だったからかもしれないけど、私の入学以来その子とは随分疎遠になっちゃったんだ。ふーん、そうなんだ。ねえ、今の歌何？え？これはね、私中学で演劇部だったの。今のは舞台用に私が作ったフランス民謡の替え歌なんだ。お姉ちゃんこう見えても一応部長さんだったんだから。へえ、すごいんだねお姉ちゃん。ねえ、続きはあるの？今の歌に？あるようなないような。この後夕方になってどんどん暗くなって、気がつくともう周りには誰もいなくてさ、結局猫はまた一人ぼっちになっちゃうんだ。というところまで作って。作って？なんだかどーんと寂しすぎるから作るのやめちゃった。まあ言うなれば永遠のお蔵入りってわけ。そうなんだ。ちょっと悲しい歌なんだね。うん。さてと、そろそろ戻らないとヨウくん帰ってきちゃうかも。ヨウくん？そう、ここの家の私と一つ違いの中学生の名前なの。それが幼馴染のヨウくんってわけ。それにしても、あの子の機械いじりもかなり本格的になってきたな。じゃ、お姉ちゃんは話題の主が帰ってくる前にお地蔵様まで戻ってるからね。あれ、誰かいるよ。写真撮るよ。いつもよりいい顔してね。はい、チーズ。写真楽しみにしててね。ねえ、今の人誰？民宿のお客さんだよ。へえ、そうなの。それにしても僕くん、今日は楽しかったね。
うん、僕も楽しかった。じゃあまた時間ができたらお姉ちゃんの家にも遊びに来てね。分かったよ姉ちゃん。じゃあね。うん、さようなら僕くん。あ、3秒ルール忘れてた。の秘密基地に勝てる入んないよ。それにしてもよくここが分かったな。え、だってここ外から丸見えだよ。そうかな。上の階があるんだね。でも登っちゃダメだよ。なんで？上は秘密の秘密展望台なんだ。そうなんだ。ねえ、いつもここで何をしてるの？虫相撲だよ。クワガタやカブトを取ってきてここで戦わせてるんだ。僕くんも虫を探してきて相撲をやらせてごらんよ。面白いよ。そうだ、虫相撲のことで聞きたいことがあったらここで俺やしげるに話しかけてごらん。まあ何でもってわけにはいかないけど教えてやるぜ。あと僕たちが秘密基地にいないときはそこに置いてある風緑を蹴っ飛ばしてみな。なかなか不思議な音がするんだけど、それがここへ集合の合図なんだ。まず俺が相手ね。まず虫相撲に出せるのはカブ。ノコギリクワガタってすっごく普通なんだ。逆に言えばさ、弱点が少ないってことでもあるんだぜ。そうかな。
じゃあ、俺たちも元のところへ帰るぜ。僕くん、またね。この木って、もしかするとカブトムシやクワガタ…あれ？やった！
こんにちは。あれ、お兄ちゃん、ボク君来たよ。よっ、何してるの？今日の獲物をチェックしてるのさ。獲物？コンクリの蓋を開けてザリガニを取るんだ。へへ、こうやるのさ。今日は来てないみたいだな。いつもここにザリガニがいるの？うん、こんなとこでも結構いるんだ。他の場所でもとにかく蓋をめくってみることだね。ねえ、そこの家って。ああ、それは大人が廃屋って言ってるやつなんだ。みんなご飯よ。短い船旅ですが、皆様ごゆっくりお楽しみください。じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。you
ねえ、ここのお風呂いいと思わない？なんで？多分ね、大きな海が目の前にあるから、お風呂も大きいのじゃないと釣り合いが取れないと思うんだ。そんなことって関係あるの？ねえ、二人とも机のところにいるなんて、勉強が好きなの？僕は好きだけど。俺は嫌いだな。じゃあ学校の授業で何が好き？